この町でどうしても知りたい情報があるとき、行くべきところは一つだけでね。あ？偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。ああ、もし誰かが偉人さんの均衡をぶち壊そうとしてるとして、まあ今回で言うとその誰かはマブチってことだけど、その異変にコミジュルが気づかないわけがないよ。なんせ連中はこの町の情報で飯を食ってんだからね。偉人町にも情報屋ってのがほぼにいる。だがそいつらのネタの大半は元をたどりゃコミジュルが情報源だ。はあ、一体どうやってんのかわかんねえが、連中は精度の高い情報を手に入れる仕組みを持ってるらしい。なるほどね。他に当てがあるなら別にコミジュルでなくてもいいよ。よそでマブチの店長殺しが証明できるんならそれも結構。お前らが答えを持ち帰るまでは頭たちも生かしとくよ。ただしとんずらはできないからね。偉人中を出ようとしたらその瞬間こいつは殺す。そしてお前らはもちろんその家族、友人、知人もただじゃ済まさない。ちょっと何よそれ。やめとけ。常識が通用する相手じゃねえよ。まあ俺もさ、正直必死なんだよね。もしマブチが裏切ったとなるとうちは真っ二つじゃん。そしてその時青龍会とコミジュルがどう動くか、頭使っていろいろ備えとかなきゃなんないし、まあマブチが黒だったらの話だけどさ。でももしマブチが白だったら、ここにいる全員楽には死ねないからね。そこそこよろしく。笑顔で言うんじゃねえよ。じゃあマブチがその店長を殺したってことを明らかにする証拠、それを見つけてきてよ。春日、もうここで俺らにできることはなさそうだ。わかった。もう知ってると思うけど、コミジロは半端じゃないよ。証拠を手に入れても奴らに消されちゃ意味ないからね。ではお気をつけって。どんだけ嫌味だよ。春日、さっさと動くしかねえぞ。まあわかった。おい、私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。そうね。いただきます。
いただきます。私ここのスープすっごく好きなのよ。世界一かも。へえ、高級レストランのよりか。うん、このスープにはかなわないわね。確かにうまいけど、さすがにレストランの方が上なんじゃ。そういうことじゃないのよ。お金のない学生時代に友達と一緒にこのスープを飲むのが放課後の楽しみだったの。今でもこのスープを飲むと、あの時の楽しかったことが蘇るんだよね。ああ、なるほどね。仲間との思い出の味ってことか。そういうこと。もしも明日地球が滅びるとして、最後に口にするならこのスープにしようかな。じゃあ俺が地球最後の日に食うもんは偉人流ヒレ酒にしようかな。ヒレ酒って何それ。今度飲ませてやるよ、河原でね。ごちそうさまさん。そう、うん、わかった。みんな知らせてくれて本当ありがとね。どうした、サッチャン。怖い顔しちゃって。ああ、一番電話なんかあったのかい。うん、またナノハのことでちょっとね。あの子が付き合ってる男のことが分かってきたの。なあ、確か桂川ってやつだよな。経営のコンサルやってるとかって。そう、うちの店の子たちが桂川を探ってくれてたので、さっきデート中の二人をキャッチした。その時の様子がこの写真。一緒にいる男が桂川だな。そう、なんであの子こんなうさんくさいのに引っかかっちゃうんだろう。まあそう言うけど、人間を見た目で判断するのはよくねえよ。じゃあもう一枚の写真見て。二人から少し離れて立っているこのグラさん、こいつは山下って男で桂川の部下というより、はっきり言って用心棒ね。デートの時に用心棒を連れてるってのはさすがに敵とは言いづれか。でしょ。さらに言うと、うちの店の子たちが彼らの話を盗み聞きしてきてくれたの。その内容がマジでもう最悪でさ、桂川は完全にヤバいやつだと思う。盗み聞きした話ってどんなだったんだい。桂川のコンサル会社経営が傾いてるらしくて、あいつはナノハにお金を借りたがってるみたい。いくら。200万。デートで出る話題がでかい借金の相談か。でもまあ、ナノハだって親父さん抱えてんだし、そんなもん断ったんだろう。それがね、父は施設が変わってナノハにも少しだけゆとりができたでしょ。実はもうすでに50万貸してたみたい。なのにもう200万貸せって言われてるの。合わせて 250? ゆとりができたからってナノハはまだこの先も入り用なんだぜ。それは桂川も分かってる。でもあいつはどこからかナノハが乙姫ランドにいたと聞きつけた。何？それであの子にまた店に戻って稼いできてくれないかって。はあ？あいつはナノハが困っている時に何も援助してなかったくせにね。っていうか、うちの父が体を壊して以来、二人はもうあまり会ってなかったの。ところがナノハがソープで稼いだって聞いて、桂川がよりを戻そうと迫っているわけ。そんなの、ナノハだってバカじゃねえ。相手にしなきゃいいだけだろう。ナノハは昔、私の反対を押し切ってまで桂川と付き合いたかったんだよ。今はどうなのか知らないけど、あの男のことが大好きだったのは間違いない。200万の返事は保留にしたみたいだけど、最悪の場合またソープに戻るかも。信じられねえな。つか話聞く限り、
桂川は完全にクズだぜ。自分の会社が傾いてるってのも怪しいもんだ。ただ菜の葉をしゃぶり尽くす気じゃねえのか。やっぱり一番もそう思う。なら私の目に狂いはなかったわけね。これじゃさっちゃんじゃなくても菜の葉のことをほっとけねえ。なんとか桂川と引き離さなきゃ。あの子も親父さんもいいように絞り取られちまう。でも菜の葉は私の言うことを聞きはしないの。そういうことだったら俺が代わりに菜の葉を説得するぜ。え、一番が？俺は乙姫ランドの従業員だったし、菜の葉は知らねえ仲じゃないんだ。絶対に説得して桂川と引き離してやるよ。待ってよ、菜の葉に会いに行ってもなんであなたが桂川のことを知ってるのって問題になるじゃない。それはさっちゃんから聞いたからだろ。私と一番がつながってることがバレちゃダメなのよ。え、だって菜の葉からしたら私がソープ嬢だったことをお姉ちゃんに知られてるってなるじゃない。そうだったな、すまねえ。でも一番の熱い思いは十分伝わったよ。ありがとう。うまくいくかわからないけど一度菜の葉に電話してみるわね。なあ、頑張れよ。ごめんね一番、私の家族の問題なのに話聞いてもらっちゃって。菜の葉は乙姫ランドで一応同僚だったんだ。俺にも無関係ってわけじゃねえさ。ありがとう。どうやらこのままじゃ終われねえな。俺にもさっちゃんのおせっかいが薄っちまったらしい。よ、足立さん。おう、春日。この間は示談交渉に付き合ってくれてありがとうな。いいってことよ。それにしても笑っちまうよな。足立さんが資産家で、俺がその秘書なんてよ。なかなか板についてたと思うけどな。俺に飯でもおごってやるぜ。牛丼でどうだ？いいね。早速今から赤牛丸に行こうぜ。何にすっかな。新メニューもいいけど定食も捨てがたいな。バカ、おごってもらうときは牛丼並盛りの一択だろ。え、そうなのか。せめて大盛りまではいいだろう。ん、足立さん、あれってたかし。おい、だがバカよせ。この服装じゃ資産家じゃねえことがバレちまう。そうか、そうだったな。しかも牛丼屋で飯食う資産家と秘書なんておかしいだろう。高志に見つからねえうちに店を出るぞ。牛丼は？また今度だよ。あいつ詐欺師の長谷川だ。この前は失敗したが、あの山田って資産家は狙い目だ。絶対に関係を切るんじゃねえぞ。はい。今度こそうまい方法を考えてあいつの資産を根こそぎ奪ってやるぜ。もしかして隆と長谷川はグルだったのか。おい、どういうことだ隆。山田さん、なんでてめえらがここにいんだよ。金がねえから牛丼を食いに来たんだ。文句あるか。金がない。資産家ってのも山田って名前も真っ赤な嘘だ。本当の俺は無職の中年男足立だよ。え、足立さんは隆が気兼ねなく金を受け取れるように資産家を名乗ってたんだよ。それをお前恩を仇で返しやがって。隆、謝るなら今のうちだぜ。足立さんだけじゃなく俺まで頭に来てるからよ。謝ってほしいのは俺の方だ。
散々気を持たせておいて無職はねえだろ。てめえはすっこんでろ。そうはいかねえ。お前らには俺の鬱憤を晴らすサンドバッグになってもらうぜ。めんどくせえ。表出やがれ。一瞬で蹴りをつけてやる。お前、俺がどんな気持ちでこの20年間。おい、康介。たかし君？さっき部屋でこの手紙を見つけた。バンパーをこすったってなんだ？示談交渉ってなんだ？僕には全く身に覚えがないぞ。確か僕になりすまして山田さんからお金を取ろうとしてたんだな。ごめんよ、高志くん。ちょっと待て、お二人さん、話を整理させてくれ。これは俺が高志に送った手紙だ。示談交渉の日取りを決めるために。高志はこの僕です。君が高志？するとこっちは僕のルームメイトの康介です。学生時代は二人で弁護士を目指してたんですが、康介は司法試験を諦めてチンピラみたいな連中と付き合うようになったんです。もともと嫌と言えない性格ですから、そそのかされて僕になりすましたんでしょう。高志君が資産家から援助を受けている話をしたら、長谷川さんから詐欺話を持ちかけられて本当にごめんなさい。僕からも謝らせてください。山田さん、いや、足立刑事。なんでそのことを。以前から気づいていました。僕のことをここまで気にかけてくれる人は足立さん以外考えられないと。だって足立さんは父が冤罪であることを最後まで訴えてくれたんですから。知ってたのか。はい、子供心にもしっかりと理解できました。だけど俺はお前の親父さんを救えなかった。すまなかった。謝らないでください。父のような人間が二度と現れないように、その一心で僕は司法試験に受かったんですから。受かった？司法試験に合格したのか？はい、つい昨日合格発表がありました。おお、よかった。本当に本当によかった。これも全て足立さんが援助していただいたおかげです。なに、あれっぽっちの金別に大したことねえよ。とはいえ僕もこれ以上甘えるわけにはいきません。前回を最後に送金を打ち切ってください。え、そうか。そこまで熱心に断られたんじゃ止めるしかねえな。来月から寂しくなるな。なら送金を続けてもらいましょうか。え冗談ですよ。こりゃ高志君に一本取られたな、足立さん。間違いねえや。いや、しかしよかったな、足立さん。高志君ちゃんと合格して立派なもんだよ。大変なんだろ、弁護士になるのって。ああ、大変なんてもんじゃねえさ。相当頑張ったんだろ。大したもんだよあいつは。足立さんの心遣いが高志君を支えてたのかもしれねえな。そんなことねえよ。俺の金がもしなかったとしても、あいつはきっと自分の力で夢を叶えていたさ。そういうやつなんだよ。きっといい弁護士になってたくさんの人を救ってくれるさ。な、そうだな。いろいろありがとうよ、春日。なんだよ、かしこまって。いや、お前といると大変なことも多いが、
なんだかんだで楽しいわ。おめえに会えてよかった。俺はそう思ってるぜ。足立さん奇遇だな。俺もそう思ってるぜ。相思相愛だな。じゃあ合格祝いにもう一杯飲むか。なあ、最高の相棒に乾杯。乾杯。助けてくれ。なんだ。助けてくれ。なんだあいつ。仕方ねえ、見ちまった以上なんか気になるし、助けてやるか。助けてくれ。誰か、誰か。おい、大丈夫か。今出してやるから、ちょっとおとなしくしてろ。死ぬかと思った。いや、助かったよ。ありがとな。あんたそこで何してたんだ。どうやったらあんな状況になるんだよ。別に俺は怪しいもんじゃないよ。ただのしがないホームレスさ。みんなからはしげさんって呼ばれてる。今はちょっと宝探しをしててな。宝探し？うん。あまり大きな声では言えねえんだがな、このゴミ山にはなかなかのお宝が眠ってんだよ。それを取ろうとしたらハマってしまってな。こんなゴミ山にお宝だと？とてもそんなもんあるようには見えねえが。確かに表面的にはただのゴミ山だ。だがお宝はその奥に眠ってんだよ。例えばこんなもんとかな。へえ、高そうな時計だな。これ一つで100万の代物だ。100万？なんでそんなもの捨ててあるんだよ。ここ本当は何なんだ。どうもこのゴミ捨て場はヤクザ連中が処分に困ったものを不法投棄してる場所みたいでよ。いろいろ掘り返してみたら思ったよりも儲かっちまってな。おいおい、大丈夫なのかそれ。見つかったらいろいろヤバそうだ。心配いらねえよ。まだ一回も見られてないし、いらんもんだから捨ててるわけだし、文句言わないって。そうは言ってもな。あんたもこの下に埋まってるものに興味ないか。多分あんたのお気に召すものもあると思うぜ。いや、俺はやめておくぜ。そうか。捨ててあるものなんだから遠慮なんていらねえのにな。それなら今日の礼ってことで、俺が拾ったものを今度あんたに譲ってやるよ。そういえばあんた、名前はなんて言うんだ。俺は春日だ。んじゃ春日さん、楽しみに待ってろよ。そんじゃまたな。あいつ本当に大丈夫なのか。なんか気になるし、また後で様子を見に来るとするか。ストリップ劇場か。年季の入った建物だな。おい一番、アルバイト募集だってよ。ほう、時給900円か。ここで働けばお金ももらえて一石二鳥じゃねえか。一石二鳥？お金稼ぐのと、もう一つは？え、それはその社会貢献？どうせならもっとうまいこと言えよ。冗談よ。でもこのバイトは賞見られないわ。え？そこの担当者と知り合いなんだけど、バイトはもぎりや機材調整係だって。ああ、そうなんだ。それに下心で門を叩く人はすぐにわかるってさ。違うぞ。俺は真面目に働こうと思って。ふーん、別に何でもいいけどね。ま、楽な仕事なんてねえよな。由美子さんさ、いい加減引退するか、この店出てってくんないかな。なんで志保ちゃんにそんなこと言われないといけないんですか。ん？女王様が取り囲まれている。
だってもういい年でしょ、指名も減ってきてるっていうしさ。あとはナンバーワンの私に任せて引退しなよ。でも今でも私に会いに来てくれるお客様だっていらっしゃいます。その人たちのためにも。いやいや、最近全然客ついてないじゃん。うち結構いい店なのにおばさんがいるせいで格が下がる感じなのよね。つうわけであとは私ら若い子に任せてさ、さっさとやめちゃいなよ。お、ば、さ、うん。ぶっちゃけおばさんになってまでムチ振っておっさん踏みつけるとか嫌でしょ。私はこの仕事に誇りを持っています。少なくなっても会いに来てくださる方には誠心誠意対応しますし、嫌だなんて思ったことはありません。そんな話してんじゃねえんだよ。目障りだから出てけっつってんの、わかる？何よその目。なんなら今人前に出られない顔にしてやろうか。ちょっと待ちな。え？こんなとこで何騒いでんだよ。やかましいったらねえぞ。それとちょっと聞こえてきたが、この店の格を落としてんのはそこの女王様じゃなくておめえらの方だぜ。ああ、何このおっさん、由美子さんの客、盗み聞きとかマジ最悪。あんだけでかい声で騒いでりゃ嫌でも耳に入るさ。それに俺は客じゃねえ、ただの通りすがりだ。なら部外者は引っ込んでな。通りすがりのおっさんにどうこう言われる筋合いはねえよ。もういいよ、行こうみんな。え、でも司法まだ話が。なんか冷めちゃったし、それに私にも考えがあるから。それじゃあまたね、由美子おばさん。たく、大丈夫だったか。はい、ありがとうございました。どこの世界にも足の引っ張り合いはあるんだな。女王様ってのも大変だ。すみませんでした。すみませんでした。
ほう。はい。何か。やりましたね。応援。よ、
ああ、待てよ。すみませんでした。そこまで物騒なものが出てくるとは。それもヤクザのおまけ付きで、うん、やっぱり楽して稼ぐなんて夢みたいな話あるわけねえか。地道に稼ぐのが嫌になってこんな生活をしてたが、さすがに今回のは答えだぜ。真面目に働き口探してみようかね。その方がいいかもな。例になるかわからねえが受け取ってくれ。あんたがいなかったら殺されてたよ。じゃあ俺はもう行くぜ。職探しするにしても身なりを整えねえといけないからな。なあ、働き口見つかるといいな。だな。ゴミ処理場とかいいかもな。いろいろ掘り出し物がありそうだし。それじゃ元気でな、春日さん。やれやれ、たく懲りない男だな。また渡れんかった。バサ、この信号を渡りてえのか。まあ
ここの信号は変わるの早いからな。次青になったらおぶってやるよ。いやお兄さんの好意はありがたいんじゃが、お気持ちだけ受け取らせてもらうよ。だがこのままだと渡るのはきついだろう。いえね、私は死ぬまでは絶対に自分の足で歩き続けると決めておるんよ。車にだって滅多なことじゃ乗らん。それはまたある意味徹底してんな。だから背負ってもらわんとも、こんな信号くらい渡ってみせますわ。そうか、まあそういうことなら。あ、青だ。よし、梅子、渡るぞい。では。また渡れんかった。もう道を変えて信号のないとこから向こうへ渡った方が早いんじゃないか。いや、それじゃあ私が信号機に負けたみたいで悔しい。はあ、なんとか自分の足で渡りたいんじゃがのう。どうにかしてやりてえが、今の俺じゃちょっと力になれそうにねえな。気にせず、お兄さんは先に行っとくれ。私も今日は帰りますわ。なんかチョコレート食いたくなったからさ。おう、じゃあコンビニ寄る？パチンコ行っていい？なんで？最初から素直にパチンコ行きたいって言いなさいよ。でもよ、景品のチョコうまいの多いよな。わかる。俺もチョコ食いたくなってきた。じゃあみんなでパチンコに。もう好きにして。あんた、放っておいてください。お、この顔、この間風俗街で見たな。確か魔像おじさんだったか。知っているんですか、僕を。まあな、 SM クラブの店長から少し噂を聞いただけだ。俺は春日ってんだ。春日さんですか。僕は牧之原壮太と言います。まあ魔像おじさんと呼ばれる方が多いみたいですかね。そうか。しかし何だって頭を木に打ちつけたりしてたんだ。痛みを感じたいんですよ。痛み？ああ、そういえば店長もそんなこと言ってたな。痛みがないから女王様の無知も感じないみたいな。その通りです。僕は生粋のド M としてありとあらゆる風俗店を渡り歩き、毎晩女王様の無知を打たれては喜びを感じる幸せな生活を送ってきました。ですが幸せってやつは永遠に続くなんてことはないんですよね。無知に打たれ続けるにつれて少しずつ僕の感覚が鈍り始めてきたんです。やべえ、声をかけた以上ちゃんと話を聞くべきなんだろうが、共感できるポイントが全くなくて辛くなってきた。今ではこの通り。何の痛みも感じない鋼の肉体になってしまったんです。不安定な体勢で一晩放置なんてプレーもザラでしたから筋肉までついちゃって。笑い事じゃないんですけどね。本当だな。とにかくもう何でもいいから痛みを感じたくて木に頭をぶつけていたんです。
それで痛かったか。いえ、せいぜい蚊が止まったくらいにしか。そうか、なんかいろいろ大変だな。だが俺には何もしてやれそうにねえな。まあ頑張ってくれ。それじゃ。ちょっと待ってください。あなた、僕ほどではないですが、なかなかいい体してますね。え？男にぶたれる趣味は持ち合わせてはいませんが、せめてまだ僕の体に痛みを感じられる可能性があるのかは確かめたいんです。そこでお願いです、春日さん。僕を本気でぶってくれませんか。何？俺がか？はい、これで痛ければまだ希望があるんです。どうかそれを試させていただけませんか。なんなら袋叩きでも構いません。仕方ねえな、ぶっ倒れても文句言うんじゃねえぞ。よっしゃ、バチコーイ。逃げるなら今のうちだ。来てみろ。突き破って、突き破って、とっておきだ。何？見てろよ。おお、突き破って。俺の目的。突き破って。これで本気になれますか。待ちろーい。すみません。マジか。部署から出てふと俺が好きだった漫画の最終回どうなったか気になってさ、ちょっと本屋で立ち読みしてみたんだよ。それで？そしたら今もまだ連載続いててビビったぜ。えらい長寿漫画だな。だがそうなると追いつくのも大変だろう。いや、作者が救済しまくりであんま話進んでなくてよ、なんつうか不幸中の幸いって感じだったぜ。それは幸いなんだろうか。ああ。お。
とは。春日さんですか。僕は牧野原壮太と言います。まあ魔像おじさんと呼ばれる方が多いみたいですかね。うん、いらっしゃいませ。ありがとうございました。
すまねえ。この子がユミコちゃんか。うん、確かにちょっとおばさんだけど、光飛ばしてごまかせばいいか。むしろこのくらいの方が俺好みなんだよね。お前ほんと熟女好きだよな。なんなの。ユミコさん、最近稼げてないじゃん。だから手っ取り早く金もらえるバイト紹介してあげようと思って。優しいでしょ、私。しほちゃん。そういうこと。まあちょろっと過激なビデオに出てもらうけど、その分ギャラもいいからさ。やめて。いやー、なんだこの声。ユミコちゃん。クソ、どこだ。でかい声出すな。おい、カメラ回せ。もうこっから撮っちまうぜ。動くなよ。下手に動くと服だけじゃなくて体まで引き裂いちまうぜ。待て。くそ、間に合わねえ。とーな、なんだ。やはり何も感じない。道の真ん中でこんなあられもない姿なのに何も感じない。何この変態。ナイスだ、魔導おじさん。春日さん。なんなんだよこいつら。今大事な撮影してんだけど邪魔しないでくんない。撮影？俺を？ならちゃんと事務所を通してもらわねえとな。誰がてめえなんか撮るか。なめてんじゃねえぞおっさん。おい、先にこの変態どもぶっ殺しちまえ。おい、後悔すんなよ。手加減しねえぜ。こいつすげえ。ちょっとしっかりしてよあんたたち。おい、こいつら連れてさっさと失せろ。それともう二度とユミコに近づくんじゃねえ。次はねえぞ。はい、すみませんでした。無事か。はい、本当にありがとうございました。あなたも
本当に助かりました。別に気にしないでください。死んだってよかったんです。もう何の喜びも感じない体だし、どうせこの先生きてたっていいことなんて。おいおい、そんな言い方。助けていただいた方に失礼なのは承知です。ですが死んでもいいなんて言わないでください。あなたに助けてもらって私は本当に嬉しかったんです。すごくすっごく怖かった。それをあなたは身を挺してかばってくれて私は救われたんです。そんな大切な人の命を簡単に亡くなってもいいなんて言わないでください。由美子ちゃん、痛かった。ん？あの、一度ならず二度も助けていただいてありがとうございました。お礼になるか分かりませんが、これ受け取ってください。あなたもさっきはありがとうございました。叩いてしまってごめんなさい。何かお礼を。それなら、それならもう一回私を叩いてくれませんか。え？さっきあなたに頬を叩かれた時すごく痛かったんです。こんな痛み久しぶりで。すみません。違うんです。私こんなこと言ったら惹かれるかもしれませんが、叩かれたり踏まれたりするのが好きで、そんなことばっかり繰り返していたら何も感じない体になってしまって悩んでいたんです。でもあなたの一発は効きました。僕のことを心から思ってくれている愛のあるビンタ、本当に痛くて気持ちよかったです。だからあの素晴らしい痛みをもう一度僕にください。これで。手加減はできませんよ。手加減なんていりません。魂の一発お願いいたします。まっすぐな立ち筋初めてです。あの初対面の人にこんなことを言うのはぶしつけですが、毎晩あなたの無知を僕に打ち込んでもらえませんか。絶対幸せにします。いや少なくとも僕は幸せになります。まあそうだろうな。どうしよっかな。愛のある痛みに飢える男と愛を与えたい女王、あれも立派な愛情の形ってやつなのかもな。店長、あんたが初孫に会える日は案外近いかもしれないぜ。
なあ。よ。あ。ありがとう。ごめんね、急いでいるんだ。募金お願いします。弟が病気で手術にお金が必要なんです。両親は？手術のお金が必要だから。お父さんやお母さんは遅くまでお仕事してて。そっか、大変なんだな。だからお父さんやお母さんが来れない分、私が頑張らないと。それに
恵まれない子供たちのためにどうか募金を。募金お願いします。募金しちゃいます。ありがとうございます。あの人たちは私と違って見ず知らずの子供たちのためにみんなでお金集めてるんです。それってすごいことだと思います。だから私ももっと頑張らないと。そうか、偉いなお嬢ちゃんは。ちょっと場所を変えるか。え？闇雲に話しかけてもうまくいかないだろう。もっと目立つところでやらないとな。少しだけ手伝ってやるよ。ありがとうございます。私めぐみって言います。おじさんは？俺は春日だ。じゃあちょっくらいい場所を探すかな。募金が集まりそうな場所は。あの店の前に行くぞ。そうか。いいぜ。
お、もう、ありがとうございます。はい。ねえ。ふん。おい。ん？くそ。え？後悔するな。手加減しねえぜ。見てなさい。ほら来いよ。おい。なあ。いただきます。いただきます。やっぱうめえな、牛丼特盛は。白球おじさんの強い味方だぜ。俺も若い頃は世話になったな。でも年のせいかちょっと量きついかもな。もういい加減特盛も卒業か。なんだよ足立さん、老け込むのはまだ早いだろう。よし足立さん、追加だ追加、もっと食おうぜ。何のひねりもなくもう一杯頼みやがったな。確かに冷静に考えたら特盛もう一丁はきついかもな。そうしてくれ。肉は俺が食うからお前は米を頼む。あんた鬼か。ごちそうさま。さん、よう、めぐみ。あ、春日さん。あのね、いつもあそこでお金集めてた人たち、最近来ないんだ。ああ、そうか。お嬢ちゃん、ちょっといい？あ、募金のお姉さんとお兄さん。
のために頑張りなさいよ。それじゃ。そういうことだから。じゃあ。ありがとうございました。あ、そうだ、これいつもお世話になってるお礼です。そうか、ありがとな。今日も頑張ってるのね。募金してもいいかしら。ああ、とんでもないです。ありがとうございます。じゃあ俺はもう行くぜ。頑張れよ。はい。募金か、あまり深く考えたことなかったが、これからどこかで見かけたらまたやってみるか。本当に必要なやつかどうかよく見極めねえとな。いただきます。いただきます。やっぱエビチリうめえな。すげえ勢いで食ってんだな。あ、エビがなくなった。言わんこっちゃねえ。それにしても足立さんがこんなにもエビ好きだったとは。まあ正直な話、エビよりもこのチリソースが好きでな。このうまいソース、一滴でも無駄にしたくねえ。へえ、そんじゃあそんな足立さんのために追加であれを頼むとするか。え、豆板醤？やっぱエビチリといったらピリッとした辛さだろ。この豆板醤でもっと辛くして残りのソースを堪能してくれよ。アホかお前、そんなことしたらせっかくのソースが無駄に辛くなって台無しになっちまうだろうが。この味を変えるなんて無粋なことできねえよ。そうか、それもそうだな。ごちそうさまさん。おう、ありがとうございます。おう、
まさかまだ渡れていなかったとは。渡りたい。渡れない。ばあさん、まだ信号で苦戦してたんだな。ん？おお、兄ちゃんか。そうなんよ、いいところまでは行くんじゃが、もう少しのところで信号が点滅し始めてな。はあ、私が JK だった頃は陸上大会でいつも1位でな、伊達梅ちゃんなんて呼ばれとったのに。今じゃ信号もろくに渡れん老いぼれになってしもった。もう一度でいいから早く走ってみたいの。ばあさん、若い頃走りに自信があったから余計に自分の足で進むことにこだわってたんだな。あの伝説のキムチで道が開けた連中もいた。信号が変わるタイミングでこのばあさんにもキムチを食べさせてみようか。ばあさん、信号が青になるタイミングでこれを食ってみてくれ。なんじゃこれ、キムチじゃないか。まあちょっとばかし刺激が強いが、これを食えばあの頃みてえに早く走れるかもしれねえ。正直言っている意味がまるでわからんし、他の男に言われたら断るところじゃが、あんたはずっと私を気にかけてくれているし、まっすぐな目をしとる。きっと何かあるんじゃろ。信じるぞ、兄ちゃん。お。渡れたじゃねえか。やったな、ばあさん。いや、辛いやら嬉しいやらで涙が止まらんよ。でもあの頃に戻ったみたいだった。それもこれもキムチと兄ちゃんのおかげじゃ。しかしあのキムチは本当に辛いの。走りながら昇天するところじゃったわ。おお、無事で何よりだ。それになんだかポカポカするし、体も軽い。前よりも早く歩ける気がするの。あのキムチはどこで売ってるんじゃ。なあ、桜小路にキムチ売りのじいさんがいるんだよ。そこで買えるぜ。そうなんか。こりゃ町内会のみんなにも教えてやらな。激辛キムチの食いすぎで死なないでくれよ。分かっとる分かっとる。それじゃあの、兄ちゃん。ばあさんも喜んでくれたし、まあよかったな。一応キムチ売りのじいさんにもみんなが喜んでたことを伝えておくか。なんだ、随分と騒がしいな。伝説のキムチください。僕にも。私にも。私にも。なんだこりゃ、めちゃくちゃ繁盛してるじゃねえか。おう、この間の兄ちゃん、実は急にあのキムチが売れ始めてな、もう大忙しじゃ。ほう、よかったじゃねえか。ただなんで売れ始めたのかは分からんのよな。なんか恋愛成就とかタイムを伸ばすとか言ってる客もおったし。兄ちゃん、なんか知らんか。さあな。まあ現に今売れてるんだしいいじゃねえか。癖になる味だし、きっとリピーターだってつくさ。そうだといいかな。キムチ一つくださいな。おっと、じゃあ俺は行くぜ。商売の邪魔しちゃ悪いからな。ああ、また来てくれ。いつでも売ってやるからの。おお、この間の兄ちゃん。ん？信号待ちのばあさんか。
あんたに教えてもらったキムチ、もう大不安になっちゃってたくさん買ってきたの。そしたらおまけにこのキムチを試供品でもらったんだけど、一緒にどうだね。お、いいね。それじゃ遠慮なく。うん、いらっしゃい。春日さん。ん？はい。よろしくな、姉ちゃん。勉強になった。
任せとけ。伊達天梅ちゃんにお任せじゃ。任せてくれよ。よっしゃ、任せとけ。株主総会。行くぞ。それでは決算報告をさせていただきます。春日一番社長、お願いいたします。決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問、お精査しています。年寄りの話を聞いてくれ。落とし穴がありそうで怖い。一流あるか。私の意見は、ご質問の、どう考えてもちょっと待ちなさい。確かに計画性が納得しました。いいですね。はっきり言いますけど、会社の人気が低いんですよね。ご質問なく、お精査していますか。年寄りの話は最高で怖い。なかなかのやり手のようですね。ご質問のある株主の方、はっきり言いますけど、経営が甘すぎるでしょう。もっと頑張れるでしょう。はっきり言いますけど、ご質問のある株主の方、お精査しています。このまま来期も続けられますよ。ご質問のある株主に、会社の人気が低いんですよね。はっきり言いますけど、ご質問のある株主の方は、なかなかのやり手のようですね。このまま来期も続けられますよ。お精査していますか。ご質問のある株主、定期株主総会をぜひお願いします。ことには本当に申し訳ありません。いい加減にしろ。グダグダになっちまったな。株価大幅ダウン、下がっちまったか。ランキングがダウンしました。
さあ、今日も一挙頑張りますか。足立さん、この辺ってもう、すでにコミジュルの島だ。ヤバそうな空気だ。ちょっと何、そんな深刻そうな声出さないでよ。なあ、ちょっと待った。あ？誰あれ。こんな暗い夜にサングラスか。でもいい女だな。まあ確かにモデルみてえだ。あの手の女は性格悪いのが多いわよ。美人ってのはそれなりに一癖あるもんさ。それも魅力なんじゃねえか。何その変な理屈。ちょっと聞こえてるわよ。誰なんだ、まさかコミジュルの人間か。うん、わかんねえよ。よし、聞いてみるしかねえな。おい、カズカ。いや、どうも。俺の名前は、こんばんは、カズカ一番と愉快な仲間たち。俺らのことは承知ってことかい。ええ、もちろん。もちろんときたか。みんな、危ない人じゃねえみてえだぞ。つまり、あんたコミジュルの人間だよな。そうね。え？どこが危なくないのよ。まあまあ、じゃあ、俺らがここに来た要件も分かってんの。ラオマーがソープの店長を殺したと示す証拠、それがご希望の品でしょ。あるの？そんなものが。多分ね。案内するわ。トントン拍子じゃないの。まあそうだな。美人に根っからの悪党はいねえんだよ。そのスケベ根性、いつか絶対ひどい目に遭うわよ。こっちよ、ついてきて。あのさ俺ら少し前にコミジュルの人たちと揉めたことがあるんだけど。へえ。スナックの人たちに頼まれて、ほら、東電の件で。もう済んだ話でしょ。え、そう？いや、それならいいんだけどさそんなに怖がらないで。怖がるってあれ、そんな風に見えちゃってる。大丈夫よ。でも怖がってる顔もなかなか可愛いわよ。そう？まあたまに言われるんだけどさどいつもこいつもだらしない。フフフフ。かいな。なんかずっと人気がないよな、この辺って。カズガ、俺はこんな奥まで来たことねえ。ここらはもう完全にコミジュルの懐の中だ。ああ、そんな気がするな。私ももう引き返せねえってことか。どうしたの？ひそひそ話なんかして。ああ、なんでもないんだよ。失礼。気が進まないなら帰ってもいいわよ。別に無理にとは言わない。よく言うわ。私たちにはもう選択肢がないって。
それも分かってるんでしょ。意地悪なこと言わないでよ。そうね。じゃあさっさと行きましょうよ。分かったわ。なんか女の戦い、おっかねえな。わかった。ごちそうさまでした。美味しかった。いい食いっぷりだったぜ。本当腹減ってたんだな。うん、やっぱり誰かと食べるのって楽しいね。そういや、いつも一人で食ってるって言ってたな。うん、うちお母さんしかいないんだけど、夜になるとお金を置いて行っちゃって。どこに行くか聞いてないのか。うん、そうか。一緒に食べてくれてありがとね。お安い御用だ。少しでも気が紛れたんだらよかったぜ。うん、楽しかった。また一緒に食べられたらな。あ、ごめんなさい、わがままだよね。気にしないで。飯を食うのはいつもここなのか。うん、お父さんがいた頃はいつも家族でここに来てたんだ。今は僕だけだけど。そっか。ならまたここに来て一緒に食おうぜ。俺でよければな。本当？やった。その代わり今日はそろそろ帰んな。うん、それじゃあまたね。
よ。は。ちげえよ。またね。